小型領は、中華民国元総統、小渓国の妻。ロシア語名は、ファイナイパーチェーブナバフレバ。ロシアのエカテリンブルク出身。幼い頃、ロシア帝国の貴族であった父母を亡くし、シロロシアソビエト社会主義共和国のミンスクへ移住。姉のアンナに養育され育つ。1933年、ウラル川沿いの工場で、小渓国と出会い、 二年間の交際の後、1935年3月15日に結婚した。1936年、スターリンによるトローツキスト粛清の煽りを受け、法領は夫と共にシベリアへ追放されたが、翌年の第二次国境合作による中祖関係改善に伴い、二人はウラジオストック経由でソ連を出国し、小渓谷の実母、毛腹梅の下で暮らした。 片タは結婚後、国民政府の大陸疾患まで警告との間に3、何かずめを設け、台湾移住後も家族と仲むつまじく暮らした。警告が相当となって、以降、法令は極力表舞台に出ることを避けるようになった。このことは、日中戦争期に、蒋介石のファーストレディとして華々しくアメリカ、合衆国で活躍した。 装備例と比較して、沈黙のファーストレディと台湾マスコミに評されるゆえんとなった。2004年病気のため死去した。88歳没。ありがとうございます。